次期戦闘機開発が始まりましたが、新進戦闘機のテストフライトが終了後に話が二転三転したようです。純国産で次期戦闘機を開発するために、日本はイギリス、イタリアとの共同開発計画に参加したのです。今回はこの3カ国共同開発で日本製の XF9 エンジンが使用されるのかどうか見ていきたいと思います。F3 戦闘機開発計画は日本、イギリス、イタリアで進んでいるのですが、やっぱり純国産が望ましいですよね。その F3 戦闘機は開発に弾みがついて、いずれは日本に導入されるとも見る向きがあります。とはいえ、F35 戦闘機の開発もかなり時間がかかっていますし、X2 新進を量産して航空自衛隊に導入した方が早道ではないかと思うのは筆者だけでしょうか？万が一 XF9 エンジンが使われなかったら日本はどうするんでしょうか？嫌な仮定ですが、これ対する意見がネット上に溢れ返っているようですね。紹介してみましょう。日本機体の XF9 エンジンですが、非常に残念ながら使われないでしょう。イギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製のエンジンに決定したようなもの。IHI の XF9 エンジンでいいなら、テンペストは、とっくに、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システムに統合されて、フランスのスネクマ社製のエンジンを搭載してると思います。予算がついてるって、当然のことを書いてるけど、国会を通過したわけだから予算はつく。にしても、ものすごい金額だけど。F3 戦闘機は、ロールス・ロイスがエンジン開発の主体なんだろう。日本は、圧縮機とか、大事じゃないエンジン部分の開発や生産になるんじゃないかな。要するに主体じゃないってこと。主役じゃなくて、脇役なんだよね。F3 の中でも、日本向けには、IHI 製のエンジンをオプションとして乗せるんじゃないかと思うよ。日本が国産エンジンじゃなきゃダメと言い張ったら、日本用だけはそうなるんじゃないか。ロールス・ロイス社のエンジンに IHI は絡めなくなるだろうけどね、もしそうなったら。つまり、将来の話なんだ。イギリスやイタリアだけの話ではなくて。F3 戦闘機がいずれ輸出されるとしても、IHI は蚊帳の外になってしまうだろう。それで大丈夫なのか？日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いない。日本用には IHI の XF9 エンジンだろうけど、EJ200 エンジンのタービン温度が 1550°C というのはデビュー当時のこと。勝った。って思うけど、こんなことで喜んでる場合じゃないよ。IHI にタービンブレードを作らせたら即解決じゃない？低中圧タービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーにさせてみたら大失敗。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンだけは手放さなかった。ついでに、低中圧タービンよりずっと難しい高圧タービンでも、問題を起こさなかったことを知ってる？技術力の差か。ロールス・ロイスの具体的な温度は発表していないから全く不明。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より 30% 出力増と言ってる。その背景にはハイスピードでの技術進歩があるのだろう。EJ200 が開発された1980年代半ばに 1550°C という数字が出た。それから40年も経っているんだから、現在の基準から見ればずっと下だろう。技術は日進月歩で進化してるよね。日本製のエンジンは使われないと思う。なんて言ったって、エンジンは実績が最重要。コンピューターが進化したので、正確なシミュレーションができるようになったけど、実際に使ってみないとわからない不具合って山ほどあるはず。実績ゼロのエンジンを戦闘機に採用するなんて、まさに命がけ。高いコストを注ぎ込んで、そんなリスクを犯す必要ってある？予算がついたから、国産で行こうとは限らないのでは？今までのように、日本は高い金を出して、アメリカあたりから完成品を買わせられることになると思ってます。国産にするのなら、入札か随意契約だろうし、
結果は公示されるから確実にわかるはず。当然、日本製エンジンが使われるでしょう。次期戦闘機エンジンの製造と機体設計に関しては、とっくに予算がついてる。軍事に関する限り、利権が絡んだリークとか、観測気球みたいな記事がすごくいっぱい出る。軍事産業は、動く金が桁違いに大きいからだろう。こういったニュースの精度はいい加減すぎるし、フェイクがほとんどだから、嘘に惑わされないようにしてほしい。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、IHI と設計までの契約が締結されているとか。IHI が設計したエンジンを、次は製造という普通の順序でしょ。何もおかしくはないですよね。設計まで IHI が契約済みで、今年度は製造に入るわけだ。IHI が設計したエンジンを、IHI 以外のどこが製造するっていうんですか？設計と別の企業が作るなんて、ありえないよね。エンジン性能のネックになるタービン入り口温度は、XF91 で 1800°C 以上を記録した。EJ200 戦闘機は 1550°C だね。こんなに差があるのに、どうやって間に合わせるつもりなのか。能天気だね。日本向けの F3 戦闘機には、日本製のエンジンを乗せるってことは、ちゃんと了解されてるんですよね。日本だけでなく、イギリスもイタリアも、自国の企業に金を落としたいというのは同じ。ロールス・ロイス社だって、自作のエンジンをつけたいだろう。そうなったら、日本エンジンのライセンス生産になるのか、タービンブレードとか一部分だけは、日本に作ってもらうことになるかな。EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度？ロールス・ロイス社は、旅客機用トレントエンジンでも、爆発事故とか破損事故とか起こしてるんだけど、知られていないようだね。解決策として、IHI にタービンブレード作ってもらったけど、これもあまり周知されていないらしい。日本に助けられたってことをロールス・ロイス社は大っぴらにしたくないんだろうね。IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度は 1800°C だって。じゃあ、EJ200 は何度なんだろう？日本が製造をとっくに提案してるのに、XF9 系以外のエンジンって一体何がある？イギリスには EJ200 しかないよね。XG240 戦闘機も実験中と聞こえてきたけど、情報皆無なので、この話って本当なんだろうか？タービン入り口温度は、ジェットエンジンの推力を増やす重要ポイントなんだとか。だから、そこが、一体何度まで耐えられるのか知りたいんですよね。大事なところですし、答えがさっぱり出てこないということは、何かごまかしてる？トレントエンジンのタービンブレードは、ロールス・ロイス社製でしたよね。ロールス・ロイス社は自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげた。でも、それを公表していないのはどうしてかな？ロールス・ロイス社の優位性に傷をつけたくないから。印象操作してる？何のために？高圧タービンは手放してませんってロールス・ロイス社は主張してるけど、中低圧で不具合を出したのに、自分たちで解決できなかった黒歴史があるよね。1550°C なら、ロールス・ロイスでもできるだろう。でも、1800°C 以上となったら、素材技術を持っている国じゃないと無理じゃない？どんなにあがいたって、日本が次期戦闘機を使い始めるスケジュールには、どうやったって間に合わない。無理だよ。イギリス国内向け戦闘機は、イギリス製のエンジンを使うはずだろう。X240 エンジンかもしれないけど、どっちにしても予定に間に合うならの話ってこと。日本は、現在、イギリス、イタリアと共に、次期戦闘機 F3 の開発を進めています。この開発において、日本製エンジン XF9 の採用が議論されていますが、ロールス・ロイス社のエンジンが主流となる可能性も指摘されています。開発の中で、日本が主導的な役割を担えるか、あるいは、他国の技術に依存する形になるのかが注目されています。また、技術的な課題として、エンジンのタービン温度耐性が挙げられており、日本の高度な材料技術が、どの程度影響を与えるかが鍵となります。
このプロジェクトの進展により、日本の航空自衛力の未来が左右されることになります。